皆さん、いつもお世話になってます。立花です。今回なんですけども、こちらを購入してきました。あらーこれ、マックの新作パイじゃないですか。今回はこちらのマックの新作パイと定番のアップルパイを大食いしていきたいと思います。ということで、早速大食いへ、てれって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 れー。はっは、みかん、ゆずちち、レッツゴー。それでは早速食べていきたいと思います。まずはこちら、ずるいチョコイチゴパイ。一体どんなお味がするんでしょうか。いただきます。あらチョコとイチゴの相性が抜群なんです。食べかけダメな人は見ないでくださいね。中にチョコとイチゴソースがたっぷり詰まってて美味しいんです。続きましてこちらマックのアップルパイ、いただきます。なにこれ、安定の美味しさなんです。今日のチェイサーはこちらマックのフライドポテト。出しちゃうか、出しちゃいましょう。あじゃあいただきます。やっぱりポテトはマックなんです。2個目のズルチョコ、この中のイチゴソースが全然甘すぎなくてイチゴジャムみたいな感じなんですよね。アップルパイも2個目。このシナモンの味わいがたまらないんです。ずるいチョコイチゴパイでしょ？ずるい女ってこと？シャラン級の。もしかしてシャラン級のずるい女知らないよーって人います？ジェネギャジェネギャ。私バッチリ世代ですよ。最近クソの災難者よーって人います？ジェネギャジェネギャ。もうすぐ春なんで髪色変えようと思ってて、こういうピンク色に、もしかして最近クソの災難の最近クソになるってこと？もしかして最近クソの災難知らないよーって人います？ジェネギャジェネギャ。私ジャンプで毎週のように読んでましたよ。ラスト1個。
完食。はい、ということで、ズルチョコもアップルパイもどちらもとっても美味しかったです。ぜひ皆さんも食べてみてください。ということで、マクドナルドさん、今後ともよろしくお願いします。ごちそうさまでした。はい、ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。今回マックの新作パイ、ズルイチョコイチョコパイを食べたんですけども、とっても美味しかったです。サクサクのパイ生地に果肉の入ったイチゴソースとチョコソースがぎっしり詰められてて、思わずずるいと感じてしまうほど相性抜群なんです。アップルパイとどっちが美味しいかって言ったら、